はい、こんにちは、皆さん、レレイです。今日は若干の寝起きでの久しぶりの後付け解説を、録音しているんですけれど、さっきね動画1本解説したんだけど、ちょっと寝起きすぎてあまりにもテンションが低かったのでちょっとこれ撮り直してるんですけれど、はい、早速、見ていきたいと思います。で、今日の動画のタイトルがチェイスのコツについてのお話みたいな感じなので、そういう動画なんですけれど、はい、いつも通り、ジョゼフで、マップは永眠鳥と。で、今回初期配置が、まあ、永眠鳥の唯一外れと言われている人形が落ちてる場所からのスタートだったんで、ここね、なんと1殴りしかできないんですよね。傭兵の虚像しか殴れないという、まあこれは大事件ですね。普通にかなり衝動が良くないと。なんで、まあちょっと早めに釣って、で、墓にいる人に、圧かけに行って、チェイスしたいなって思ってたんだけど、姿が見えないと。ただ暗号機が進んでたんで、誰かいたっていうのは分かっていて、はい。で、まあ索敵中なんですけれど、ここで傭兵の裏の胸像をね、釣ってたのが救助されて、で、これはもうさすがに許せないなということで、墓にね、犯人を探しに行くんですけれど、カウボーイかな、墓いて、で、ここからチェイスのコツなんだけど、はい、板先倒しされてて、これすぐ割らないで、こうやって左に行くふりして、カウボーイを板の方に寄せてから板割ることで、次のポジションにね、行かれる前に一撃追いついて、殴ることができたと。はい、で、ここも板倒しに合わせて、鬼没ですぐにダウン取って、これでカウボーイの即死が取れましたというシーンなんですけれど、はい、ちょっと巻き戻して何回か見てもらえたらわかるかなと思うんだけど、さっきのすぐに板割らないで若干こう左に動くよみたいな振りをして、カウボーイをね右側に誘導してから板割ることで、まあ、距離を空けられないように板が割れるっていうのと、であとその後まあ縄があったんでそれを若干こう右に動いて避けて、でまあ鬼没であとはダウンっていう形になったんですけれど、あんな感じでね、チェイスの時にその倒された板とかをすぐに割るんじゃなくて、こう若干左右に揺さぶってサバイバーの動き誘導してから板割ったら、次のポジションに行く前に殴れたりするよっていうね、これはちょっと覚えて意識しておくと、結構チェイスがね変わったりとかすると思うんで覚えておくといいかもしれないですね。はい、で傭兵が救助来てて、なんかダブルダウンになってるんだけど、裏でダウンされたから、まあ、この時間を有効活用したいっていうことで、機械技師の胸像をね見つけてこれを釣ろうとするんですけれど、確か、祭司が今回いるのと、あとまあ、ダウンしてから結構時間経ってたんで、崩壊ぐらいに起きられちゃうかなと思ったんで、これはまあ、釣るふりして、すぐにね、カウボーイを持ちます。で、傭兵がちょうど崩壊と同時に起き上がったんで、やっぱり今のは、機械騎士釣ってたら、まあ多分騎士改正図れてたんで、まあまあ仕方ないかなっていうところで。はい、で、次は祭司が救助に来まして、でここは若干こうね揺さぶって一撃与えて、で救助せかして、で、祭司を狙ってここもダブルダウンをね取っておきます。で次はカウボーイと、でここも縄をちょっと避けたい動きをしたんだけど、まあ、うまく当てられてしまって加速されるけど、まあ板行く前には何とか追いつけて、これでカウボーイもダウンと。でこの間に傭兵と機械医師が立て直しをしてたんで、まあこの間も開拓あんまり進んでないので、ここで一回写真を挟んでカウボーイを飛ばしますと。はい、で祭司をねさっきダウンさせておいたんで、それを拾いに行きます。で傭兵が治療してて、まあ音も聞こえてたんで、ここで祭司拾って、はい、で、近くの椅子に釣ります。で、そこの真ん中の暗号機を、機械技師が回せたっぽいんで、まあ、この辺で、ずっと試合の展開を動かしつつ暗号機を守りたいなっていうシーンなんですけれど、まあ、ここはキャンブリーかな、暗号機も近いし。で、機械技師が、救助に来て、一撃与えて、で、祭司トンネルして、で、まあこれが祭司に釣り目にするのかな。危機一髪中に一旦暗号機から離れられてしまっているんですけれど、まあ、まだ残り2台あるので、ここは祭司を釣りに行きます。
ただまあちょっとさすがに暗号機までは寄せられないかな、この位置だと。なんでここは若干暗号機から遠いんで、さっきみたいに、がっつりスマイルキャンプじゃなくて、若干こう暗号機の方にね圧をかけに行きつつっていう動きにしてますね。はい、でここで機械石を一旦時空残像をキープしながら追い払って、で椅子前戻ってってしたんだけど、ちょうど傭兵が救助して、でここはまあ傭兵に地域かな、それで全員負傷状態になるんで、でその後機械石の方にこれは時空残像で再び戻りますと。はい、で戻って、でここで石のダウンが取れましたと。はい、これでまた暗号機の近くでねサバイバーすることができるんで、まあトンネルはできなかったんだけど、まあまあ全然美味しいかなっていうところで。はい、でこれで救助もね誰も来れない状況なんで、治療しないと。写真撮ってってしてたんですけれど、傭兵がこれは隙を見て救助に来て、でここはちょっと振ってケバブしないようにしたんだけど、まあうまく救助されてしまうと。まあでもキーパーズさっき使っておいたんで、すぐにね機械技師が釣れるんで、まあまあこれは美味しいかな。で、2釣り目と。で裏とか確認しつつキャンプですかね、ここは。でこの間に、人形で祭祀の治療をやってたのかな。うん、で祭祀が治療されて、まあ、何度か機械技師の救助間に合うように来ていると。ただ写真世界崩壊の時間が結構ギリギリなんで、ここは、祭祀を狙って、祭祀をね先にダウン取っておきます。はい、でこれで機械技師の裏を救助するか、まあもしくは遠くでダウンするかしかなくなったんで、先に祭祀を飛ばして、でちょうどいいぐらいの時間で裏入って、ただ救助来てなかったから、まあこれは遠くでダウンする方を選んだんで、まあ、さっき逃げていった方向からどの辺でダウンするかなっていう感じでこっちの方を探しに来て、でそこの板場のところでダウンしてたんで、これで機械石も拾えますと。はい、というわけで、まあ、こんな感じでね、勝ったんだけれど、まあ多分最初のシーンぐらいしかあんまりチェイスしてないんですけれど、まあでもあの細かいところのね、板の割り方とかで結構その後のチェイスが楽になったりとかするので、覚えておくといいかもしれないですね。はい、というわけで、最後まで見てくださってありがとうございました。ここは最後鬼没で傭兵しばいて終わりと。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。